2021年10月8日全国の劇場で公開されたアニメーション映画宇宙の王エロヒム編。本作では地球神エロヒムが降臨した1億5000万年前を舞台に地球の真実の歴史が描かれています。映画宇宙の王エロヒム編に込められた人類へのメッセージとは何か。エロヒム神と宇宙の法で語られる真実について紹介していきます。1000億年前、大宇宙の根本物は三次元宇宙空間の創造を構想しました。400億年前にはビッグバン現象が起き、三次元宇宙空間が出現。その後、惑星や恒星、星雲が誕生しました。100億年前、地と美を進化の目標とする太陽系が誕生し、太陽、水星、金星が生まれ、46億年前には太陽の一部が飛び出して地球が誕生しました。6億年前、地球でのユートピア作りのために地球の3体の惑星意識から地球霊界に招かれたのがエルミオーレ。夢と愛と美と知性にあふれるユートピアを出現させた金星の統治者です。エルミオーレは名前をエル・カンターレと変えました。麗しき光の国、地球という意味です。人として生きよ。そして4億年前、エルカンターレは地球人類の創造を行いました。エルカンターレは地球人類に指導者としての経験を積ませるため、多惑星から宇宙人種を招きました。そして3億3000万年前、地球神エルカンターレは初めて地上に降臨。その時の名はアルファ。アルファ神は地球的真理を説き、地球生まれの地球人種と多惑星から飛来した宇宙人種を一つにまとめ上げました。汝、地球人としての使命に目覚めよ。それから時が経ち、今から1億5000万年前、地球神エルカンターレは再び地上に降臨します。その時の名がエロヒム。宇宙の法エロヒム編はエロヒム神が降臨した1億5000万年前の地球が舞台です。エロヒム神が降臨した当時の地球はある危機を迎えていました。地球には天正輪廻の法則があると聞いているが、我々は一定の寿命を終えるとあの世に帰って、また魂修行のためにこの世に生まれ変わります。しかし地球に生きる者の中にはこの世が全てだと思い込み、堕落している者もいるのです。地球神は様々な個性を持った種族を受け入れ、彼らの魂修行の場として地球を導いてこられました。しかし現在、地球神の意に反し、低位霊界の住人となり、天上界に上がってこられない者が出始めています。だからこそ主エロヒムは今、地球に善悪の基準を打ち立てようとされているのです。その頃には宇宙から地球に飛来した宇宙人種も相当の数になっていたため、価値観は多様で複雑になっていました。より進化した種族が遅れている星を支配することの何がいけないのか。争いによっては何も解決しない。我々は争いごとを調停し、
平和な未来を築きたい。そうした時代にあって、エロヒム神は神への信仰、地球的善悪、統治の原理を説きます。神によって作られた存在という意味では、地球人種も宇宙人種もその尊さに変わりはなく平等である。しかし意見の相違は数多くあろう。あなた方人間に判断がつかないことに関しては、きちんと天上界に祈りて神の声を聞き、神の法によって判断しなくてはならない。私はこんなにたくさんの種族が共に生き、魂修行をしている星は他に見たことがない。しかし、地球神の考えと全く異なる価値観を持つ存在も現れます。強い者が弱い者を支配する、それが宇宙のルールなのに。地球侵略を狙う宇宙からの勢力に対し、エロヒム神は地球を守ろうとする人々や宇宙からの義勇軍を率いて自ら前線に立ちます。この地球を滅ぼすことを地球神は断じて認めていない。こうして地球の未来をかけた戦いが幕を開けます。多様な価値観の中で正しいものを選び取っていく知恵を磨きなさい。地球の正義を打ち立てるために私は戦い続ける。人類の危機の時代にエロヒム神が降臨され、地球的正義が打ち立てられた時代、これが1億5000万年前に起きた真実の地球史です。映画「宇宙の法エロヒム編」はただのフィクションとは言えません。アメリカ政府による UFO に関する報告書の発表や UFO 動画の公開などによって、宇宙人という存在に対して目を背けることができない時代が始まっています。宇宙人について本作の制作総指揮、原作を務める大川隆法幸福の科学総裁のリーディングなどによって、すでに多くの宇宙人が飛来し地球文明に影響を与えていることが判明しています。さらに現代も1億5000万年前と同様、人類を取り巻く環境は混迷を極めています。中国発新型コロナウイルスの変異種の増加と感染拡大、宗教間の対立、無神論、唯物論、暴力的手段を肯定する共産主義思想、一党独裁の軍事国家の指導者に悪しき影響を及ぼし、地球の闇宇宙化を企む悪質宇宙人、AI による監視や情報統制によって人々の自由を死滅させる全体主義化の推進、こうした人類の危機と混乱の背景には、映画と同じく宇宙規模での価値観の対立、激化する光と闇の戦いがあることが明らかになりつつあります。映画宇宙の法エロヒム編、この物語は1億5000万年前だけに起きたことではありません。姿を変えて現在の地球にも起きていることです。この地球の真実の歴史と今を生きる私たちへの地球神からのメッセージをスクリーンで受け止めてください。劇場にてお待ちしています。